つくんだろ。はい、始めます。俺最近売名してるんですよ。なんで売名してるのかっていうと、単純に俺の動画みんな見てほしいから、それだけです。あのそれ以外の理由はない。人気になりたいとかじゃなくてね、言い訳するけど、あの俺の動画ってなんかね、みんなに見づらい、あのバーンって見てもらえない傾向があるわけですよ。それなんでかって、やっぱそのね、あのニーズガン無視ってか、ニーズを作り出そうとしてるからね。あのうまく言えばね、いいように言えば、うん、まあその自分の好きなことやってるとあんまみんなに見てもらえないから、じゃあでも面白いわけよ俺の動画は。まあね、そう、俺は人並みよりはね、頭3000個分くらい抜けて面白いわけですけど、まあそれは面白いんでみんな見てほしいなって思って、あの売名してるだけです。はい、その売名コメントにね、あの売名嫌い中ってやつが出たんで、こいつをね、売名嫌い中ぶっ飛ばしてみたってところです。エビお父さん、これはね、あのレッドメモリーさんっていうところで売名させてもらったんですけど、まあ売名っていうかコメントでね、お前売名は死んでどうぞ、お前のチャンネルの概要欄見たけど、お前より上の YouTuber 呼び捨てして時点でリスナーが増えるわけねえだろ、コメケズカキ、すごいひどいコメントだよね。みんな、まあまず売名は死んでどうぞっていうのがムカつくんですよ。なんかちょっとさ、言葉を変えて優しめっていうか綺麗めに言ってんのがムカつく。売名は死ねで言えばいいじゃん。なんで死んでどうぞって、どうぞって言われなきゃダメなんだ。アホかってなる。死なねえわバカってなるだろ。それは死にたくねえもん。なんで死ななきゃいけない、なんで死ななくて、はぁって思うじゃん。俺は直接的に悪いことしてるわけじゃない、売名してるだけなんだ。誰かを傷つけてるわけじゃないのに死ねって言われる。なんだそれ、キモ。エビを通ってやつ、どうせつまんねえ人生歩んでんだろうなって言って人生批判をし始めます。まあ俺より面白くないことはこいつは確かです。俺はこいつのコメントに対して36件もコメント返してやりました。そしたらこいつ、はいはい負けです、こいつコメント返してこなくなりましたじゃなくて、単純に呆れて返ってこないだけなんですけどね。はい、まあね、なんかやられてる時は早口になるじゃなくて、すごいムカつくんですよ。お前のチャンネル概要欄見たけどって、そもそも俺はこいつのコメ欄に来てね、俺の概要欄見ろとは一言も言ってないの。動画を見ろって言ってんのねえのに、動画見ろって言ってんだよ俺。なのにこいつは概要欄を見てイチャモンつけてんの。ということは俺の動画がパーフェクトってことですよね。火の打ちどころがない面白さを持っている。だから動画に批判ができない。そういうことじゃないでしょうか。それか単純に時間をかけたくないから概要欄だけを見たのか。で、動画にこいつ一切批判してことないってことは、そういうことじゃない、そういうことじゃない、うん、俺の動画面白いってことじゃないのそんなわけない。いや面白いけど、動画見たらちょっとこいつなんかムカつくよなーって、ところどころ面白いなーみたいな、つまんないって言おうと思った瞬間、つまんないなってコメント打とうと瞬間、こいつ面白いことしてきたな、クソ、じゃあ概要欄見に行くかみたいなノリなんだけど、そもそもムカつくのさ、あのお前より上の YouTuber っていうのがムカつく。いや俺頂点ですから、面白さじゃどの基準で上かって話なの。年なの、 YouTube の芸歴なの、チャンネル登録者数なの、総再生回数なの、何なのな、イベントやってる数なのか、オフ会やってる数なのか、ツイッターのフォロワーの数なのか、インスタグラムの数なのか、どれだっつってんだよ。事務所に入ってるか、何がお前より上、どう基準なんだよ。上なんだよ、まあ、チャンネル登録者なんだろうけど、それで上のやつ呼び捨てるから伸びねえって、なんだその理論な、ふざけんじゃねえよ。呼び捨てに してるって言うけど、なんで俺は水溜りボンド3って呼ばなきゃいけないんだよ。ヘキトラハウス3って呼ばなきゃいけないんだよ。水溜りボンドって名称じゃん、ヘキトラハウスって名称じゃん。俺はカンタさんのことをカンタとは呼んでないし、トミーさんのことをトミーとも呼んでない、相馬さんのことを相馬とも呼んでないし、ヘキホさんのことをヘキホとも呼んでない、ジンさんのことをジンとも呼んでないんだよ。川ジンとか呼んでねえのに呼び捨てって、それ名称だろ。なんでそのグループ名にフィッシャーズさんって、フィッシャーズの方々ですみたいなの分かるけどさ、フィッシャーズさんの方々ですってさんってつけるのがなんで継承略でいいだろって、そこ意味わかんないよね。なんでお前そこに突っかかってくんのっていう話。呼び捨てる時点でって何それ、何その時点、リスナー、その上にしてる YouTuber 呼び捨てにしたら人気増えないっていう考え方が気持ち悪いよな。なんか上にこびつらこびへつらって伸びていく YouTuber の考え方だけど、そもそもそんなね、誹謗中傷してるわけじゃないよ。あ、してるけどね、フィッシャーズとかレイターズとかユナチャンネルとか、たまに柴田さんとか真琴さんとか佐久間さんとかいろんな人ディスってる、うん、モノモス系 YouTuber とかも、緑川さんも多分ディスってた、いろんな人ディスってるけど、うん、クソじゃねえか。いやディスってるけどね、その
上の YouTuber をベッベーって言ってる時点でリスナーだと、リスナーじゃないぞ、視聴者だからな。うん、ハガキ送ってくるわけでもないし、まあコメントがハガキのようなもんだけど、俺はここ視聴者だと思う。でもリスナーでもいいんだけどさ、視聴者だと思うな俺は。うん、まあリスナーでもどっちでもいいけど、でもリスナーっていうのもなんかムカつくしさ、視聴者だからね、みんな見てるだけだからすごい口悪いよ、これでファン減るよ、30人くらい減る、やば。うん、30人減るの困るわ、7億人くらい増えてくれ、30人減った2秒後に。うん、質のある7億人をくれ。で、増えるわけねえだろ、米消せガキって。気持ち悪いな、お前の精神年齢もクソガキだなって思って。こんなん大人、どうせ大人だろ、車の趣味にしてるような、どうせクソジジイだよ、クソジジイがよ、多分俺のお父さんと同じくらいの年齢だよ。それなのになんか言ってきてな、あ、こういう動画出してるとお父さんに米見つかるかもしれないのか、いいや、それでも、うんいいや、それでも、その時最後だ。うん、でも絶対俺の動画の面白さはお父さんには分からない。で、なんで俺がお母さんお父さんに動画見てほしくないのかっていうと、俺の動画の面白さは分からないから。その分からないもんなんて見なくていいんだよ、はっきり言って。それを分からないからダメって言ってるわけじゃなくて、そんなね、面白くないなと思うもんも見る必要がない、はっきり言って。だから見るなって俺は言いたいんだよね。うん、なのに見ようとしてくる、腹立つな。うん、理解ができねえもん、見んなよ、一回見て終わりでいいだろって思うんですよ。そんなね、だからその嫌いな食べ物じゃないんだから、俺の動画は。うん、克服しようとしなくていいの、これは娯楽なんだから。嫌な娯楽じゃ、娯楽じゃないだろ、それはただの苦行だよ、それならやんなくていいんだよ。あとこういう質問、ガキとか言ってくるくせに、こんな売名コメントにブーブー言ってさ、あと俺の動画絶対に見てくれよなって、結構さ、そのドラゴンボールの悟空が次回予告で言うような口調の、面白い口調で言ってんのに、そうやって言ってくる感じで、もうユーモアゼロ、こいつは何もクソだよね、もう何も、もうダメダメ。うん、うん、ねえ、呼び捨てにしてる時点でって、なんだその時点で、呼び捨てにしてる、呼び捨てにして、なんでリスナーが増えねえんだよ、言ってみろよなあ。結構言うと、これでさ、すごい暴力団の人でかい、おいおい、そこクソ坊主みたいな感じで、ね、ヒーってなるけどさ、うん、それでね、暴力団関係者ですって言ってくれ、はいはいはい、ブロックブロックってなりますけど、いやもう泣きすぎた。でもムカつくよな、そんなコメントにいちいち反応しやがってよ、売名の何が悪いんだよ、本当に違法行為じゃねえだろ。お、でも結構なんか今回の動画アンチコメントね、なんかショープロデュースとか、なんかあんダサいとか言われてんね、知らないけど、俺そういうの全然詳しくないからマジで分かんないけど、やってるって、そのマーケティングの仕方っていうか、宣伝の仕方として、層が似てるところに売り込めばいいのにね、全然層の違うところに売名コメントしてるのも何でもいいんだなとは思っちゃうけど、まあまあ今回のこういうコメントに俺は腹立つわけですよっていうね、その売名したっていいじゃんって思うわけよ、何が悪いんだよって話で。くっそマジです、コメントしたんだったら仕返せよなあ、お前死んだんかマジで。俺は36個もコメントを前にしたんだぞ。まあそのコメント全部書きますよ、シュンって言ってね、あの何か叱られた時の子供みたいな感じで、シュンっていうね、オノマトペっていうか、それをまあその擬音っていうか、それを表現する音というか言葉をシュンと最初にコメントして、俺が霊体である可能性を考えたのかってね、死んでどうぞっていうのね仲良くやろうぜって、すごい優しいな俺、冗談抜きでカレーの辛さにやられるところにしないきついて、あのこの時ね、あの普通にカレー食ってて、あさっきもカレー残した辛くて、まあ後で食べるけど、うん、カレー辛くてね、でそれでお腹いっぱいって言って、エビの弟ってことは妻もいるのか、子供は何人構成、ペットはヘビとか飼ってる、やばこのクソガキ、面白ってならない、エビの弟ってことは、弟ってお父さんじゃん、弟っていうか夫だからお父さんじゃん、え、じゃあ妻いるの、こんな返しある、みんなやばくない、
ユーモアに溢れた返しっていうかさ、まあテンプレといえばテンプレだけどさ、まあ、このやつにはテンプレであしらっときゃいいんだよって俺は思ってて、まあこういうのに返せちゃう時点でも俺の方が大人じゃない大人だよね、面食らってるよ多分。でコメント返せよなあ、何が死んでどうぞだよ、お前の方が死ねよ本当にってなんか変なメーターみたいのなんかこれにしてさ、よっぽど俺のアイコンの方が面白いわ。でもね、やっぱ死ねって言われたらブルブル増えるんできて、これでね36個もコメントしてやがった俺がね。まあこんな感じで終わったんですけどね、もっとコメントしてやろう、ムカつくから。逃げたよあいつは、あいつは逃げた。ということでね、今日のまあやっぱね、なんか最近なんか動画見なくなったのは喋る方が楽しくなってきたんで、自分が、コメント欄で売名したコメントに、売名嫌い中がコメントをしてきたのをボコボコにしてやったって言ってね、あのただ俺が口で言うだけっていう、そのあるじゃんね、ガキをボコボコにしてやったぜみたいな、なんかあるじゃん、そういう動画系列かなって見たら全然俺が喋ってるだけっていうやつね。じゃあ